本動画をご覧の皆さん、お越しいただきありがとうございます。ごさいです。本日は、シャドウハウス、第1話を称して、リアクション収録していきたいと思います。よろしくお願いします。では、行きます。3、2、1、5。全然知らないんですよ。この作品に関しては、前情報、予備知識、一切ございません。トレーラーぐらいはね、拝見したんですけど、 なんとなくのその世界観の雰囲気ぐらいのこの方たちがシャドウと呼ばれる存在なんらしいんだなっていうぐらいのことしかわかんないのとうーんまあいろいろ謎めいてるしただでさえ前期までね私見知った作品実家のような安心感の作品ばっかり視聴してましたんで3作品ともねなんで本当に ただでさえ未知の世界を描いているであろうね。未知の世界観と未知の力が存在する。うーん。うーん、しっかりそんな、クローバーワークスさんね、私初めてじゃない拝見するのっていう。ですけど、まあ、作りに関しては何も心配ないだろうと、すごいんですよね、その信頼感がね。知ってる方の。うーん。いやー、なかなか回顧調の描き方とかね。うーん、巧みだわ。 難ししいけどねやろうとっってかっこいいんですけどねねできれば、ね、<laughs> すいませんこれ笑うのおかしいのかもしれないけどね真っ黒じゃんっていうでもすごいたくさんいらっしゃるんですね本当にそのあこれ PV トレーラーでもあったやつだねただでさえ未知の世界未知の力未知の価値観で回っていそうあでも普通の人間の皆さんもいらっしゃるうん シャドウ家は素晴らしい貴族。生き人形なん、そうね、そう、生き人形なんだけど、生きてる人形。なんか、そういう名前があるんじゃなくて、ただの生き人形っていう、形容詞か、へー。あー、あ、あの黒い色、のちっちゃい、なんか真っ黒クロスケみたいですよね。だその、ね真っ黒クロスケの集合体じゃあるまいし、あの、シャドウの皆さん っていう言い方なんかな。まあその辺もね。またドラキュラみたい。また学んでいくんでしょう。なんでそう。<laughs> さっきから何回も言いかけてはですけどね。未知の世界を未知の作品とともに旅していく。全然知らないから。何一つない白紙のところに、今から第一歩を踏み出していく。うん。まあ。えあのこの人、生き人形ですよね。 あ,あ、ブ e a d なんだ、あの、あの出し方何なんですか触れら、触れないようになのなんか、その、コミュニケーションしちゃいけないのなるべく、だってね、うん、なぜ写真越しだったり、あの、小窓越し刑務所みたいな、やつ越しなんだ。お腹すくんだ。まあ、生きてるから当たり前かうん。でね、これ、 この作品の、まだ見始める前の、トレーラーとか、キービジュを拝見した限りなんですけど、なぜかいろんな作品がね、彷彿とさせられることが多くて、まあ、比べん、そんな作品を引き合いに出したり、比べたりすんなと、おっしゃる方。<laughs> え、慣れてんじゃないのまだ不慣れなの新人さんなのかな生き人形ってもうそういうなんかセットの存在なんだっていうね。 シャドウの皆さんもたくさんいるし、そう、鏡写しのようにいらっしゃるのかと。まあ、その、この比較、全然お前だけだよって。で、すべき比較わかんないですけど、ちょっとね、邪神ちゃんの雰囲気だったりとか、宝石の国を思い出したりとか、煙草がね、脳裏に浮かんだりとか、いろいろ、細かいっすね、あの一瞬なんだけどさ、被写界深度の、あれ今なんかチラッと動いたけどなぁ。 マックロスは、これはもう、常に、その、お体から生成されるんですかお水を飲む。はい。まあ、普通ですけど、なんか意味ありそうなんですよね。その、ただお水を飲むんじゃない。うん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 。あれがシャドウの皆さんの特徴なんだな。これも、なんかね、その、ミステリータグあったかななんか、ミステリー感すごいあるよねっていう話ありましたけど。はい。 おはようございます。今日からなんだ。へえ。あ、初対面なんだ。そ、じゃあさっき。うん。きっと。なんでうん。なぜなんだろう、それは。は <laughs>、保留っていう名前だと思われたんじゃないっていうね <laughs>。よくありますよね、こういう。名前をつけないとね、みたいな。 やっぱり鏡写しみたいな。まあだから、これはね、その、作品が投げかけてる大きな皮肉の一つというか、ここに一つひねりがあるんですよということなのかもしれないですけど、関係ないですけど、木とあかりさんってほんとすぐ上がりますね。さすがの私しても上がる。なんですけど、その、シャドウこそがシャドウを持っている生き人形という、っていう、ことなのかなとかね、いやー。 まあ、いろいろ面白そうだなぁとね、すでに面白いですし。あ、なるほど、なるほど。うん。こういうところもね、変わってますけど、歌がないんですね。本当に、その、人の声が流れないオープニングか。いやー、思い切りましたね。こうしようと思いつくことあっても、踏み切れないっすよ。だって、オープニングソングが、 まあ、ソングって言い方しますけど、そう末広さんなんですよ。いや、これがね、でかいんですよ、私にとっては。これもでかいんですよ。いろいろ作品全体を拝見して、あの、全体の雰囲気ね。いろんな事前情報を告知から読める雰囲気とか世界観とか、こんな感じかなと想像するのもあったんですけど、末広さんはね、私、本当に大好きで、 劇版の OST のだけの購入っていうのを、立山清樹さん以来初めてしたのが、末広さんでございます。シャドウの皆…あ、へえ、じっと見られるのは嫌か、へえ、ほう。こういうの怪我したりするんですかねね、壊れたりとかね、怪我じゃなくて。だそれで宝石をね、思い出したりとか。うん。 はいあ。ケイトっておっしゃるんですかほあ、うん。うん。あのー、生き人形さんたちのこの魂と知識、事前知識、初期状態での知識ってどっから来てんすかね誰かの魂保管してあった誰かの魂そうなんだ。わかる人いいんじゃないのすすっ。うん。<laughs> 出方ああ、なんだ。うん。怒ってるうん。不安何があるんですかで、シャドウの皆さんって、で、今回、その、ケイト様が、生き人形を召し使われるようになられたことは、何の始まりなんですかね一定の、真っ黒クロスケ一定の年齢になると、生き人形をあてがわれるとかケイト、はい。 あと、篠原優さんなんですよね。この保留さんは <laughs>。今、とりあえず保留さんってどきますよ。保留ねっておっしゃいましたからね。ケイト様がね。その、生き人形さんたちの魂でどっから来て、どうやって入れて、どうやって生きて、生きてる状態にしたんだ担任という生きてる状態にしたんだっていうね。この知識どっから来たのうん。おでこを見てる。えああ。 まあでも、やっぱり、そうか、初めてなんだ、新人なんだ、新人生き人形ってね。もう生まれた時から生き人形で、あ、お召し物毎日か、毎日かわかるんないですけど、いろいろ、えうわーえあ、すごいドジだな、保留さん。うん。お風呂なんか入って大丈夫なんですかとか、まあ、 そういうところを端々からいろいろと伺えるものから考えなさいということなん体の、うん、体の調子、はい。その体がね、うん、外れたりとか壊れたりとか、意志に逆らって動く、意志、うんうんあ。全然変気、はい。 うん、その、石通りに動かないとかあるのかとか、焼けたり壊れたパーツは交換で、あと怪我してるわ。息がね、どこまで生き物の息に近いのか、その意味に近いのか。そうなんですけど、なんとかしなきゃと思ったんですよ。すうん。へへ、構うね。うん。 はい、はい、はい。あ、はい、そうなんすかど、なんすかほう。はい。はい、そうっすか。服。な、顔を当てがわれたわけか。うん。すごい、あすごいな、うん、すごい納得。うん。細か背景。だからそのディストーションとかさ、よくやりますよね、この作品、ほんに。うん、そうなんですか そうなんですかうん、はあ。ねえ、犬の形でもいいしね。もっと、手足が8本ずつあったっていいのでは。ういきなり大地場から切り込んでくださってあれとほう。そうっすか。まあ人間なんでしょうけどね。まあ人間と人間。えどうしたの本当にどうしたのえ お腹が空いてはあお腹空いてんでしょう絶対に絶対にお腹が空いたんでしょう <laughs> まあ生まれたてだからわかんないでしょうね。ご飯の時間みたいですね。そうですねはい。生まれたばっかりだからわかんないですよね。いやするんでしょうさっきパンもらってたじゃん。 そうでしょうだってさっき召し上がったでしょうかうん。あ、あれ以来。ふ <laughs> 黙々とすすが。ありがとうございます、ケイト様。ケイト様がそんな、うん。生き人形の、ふん。早いな復活。服も治ってよかったっすね。そうなんだ。違うんだ。うん。うん。 まあ栄養活用大事なのはね美味しいとかあるんだな、はあ、いいから早く食べてめんどくさいからこのやりとり押して引いてめんどくさいうんなるほどなすごい納得感だなこれはそういうことだったのかでもこれがまさか第1話のかなり早い段階から普通でしょう うん、なんだろう。美味しすぎるか、はなるほど、はぁ、かったっすね。うん、可愛らしいっすね。<laughs> 5位。<laughs> 5位力。ケイト様。今、あなたの存在自体が。良かったっすね、ケイト様。楽しくてね。なかなかのですね、この人は。うん。<laughs> うるさいな。にぎやかで、ねぇ、ギョギョアですよね。 でもちょっと照れてるんじゃないかなーっていうね。わかりませんけど。うん。そ、あ、掃除しっぱなしですかずーっとしないといけない。なんで生き人形じゃないといけないんだろうって人間じゃいけないのかと思ったんですけど、やっぱり影として人間では代わりができない役目特性があるのだろうか。うん。うん。この子なかなか、 はい、ほんと。あかわらしい。なんて。ケイト様の反応がわからなかったのかな。我々凡人には。悔しいぜ。実に惜しいぜ。どんな反応されたのかぜひ知りたかった。ケイト様。うんうん。うん。なんでしょうね。なんだろう。やっぱりちょっと照れくさいのか、初めて、初めてかどうかわかんないですよね。 前の生き人形がお持ちであった上で、それが <laughs>、それこそ壊れて処分されて、代わりが保留さんなのかなあ、すすだるまだ。へぇ。本当にすすだるまって呼ばれてるんだ。ずっとですけど。うん。に決まってんじゃないですか。そうですけど、うん。そんなもん、そんなつまんないですよ。うん、そう。それは間違いないですよ。絶対その、 やっぱ照れていらっっしゃるんだな、うん、ケイト、はいうん、やっぱ気になるな何回言われても気になるそういうふうにそういうふうにおっしゃるのもシャドウの皆さんの文化的背景の影響なんですからね自分のことを名前で呼ぶっていう自分が客観という客体という自分自身がそれは目の前にいる生き人形がその顔となって 表しているところとか、名前での呼び方とか。うーん、面白かった。多分だけど、メイドとしての働き以外に、私、はい。はい、何すかはい。あら、なんて変わらしい、素敵な。ありがとうございます、ケイト様。いやー、邪気されなくてよかった。いきなり人形ぶっ壊してね、怒られんじゃないかとか。 お正気に首でも曲がれんじゃないかと。宝石だったらあり得たからな、バラバラされたり、うん。あのね、そう。明らかに中世欧州なんで、なんだけど、よくあんのは、言葉は日本語で、書かれてる文字も日本語っていうのは、あーあー、一時間早いところか寝坊か。<laughs> どんだけ待たせたあーあ、 ケド様お怒りっすよ。このすすの量は半端じゃない。はい、すいません。大変申し訳ございません。ただいますぐに。はい、ただいま行います。ああ生き人形ってロボットとは違うんだな、やっぱり。ほとんど人間だなだからね、そう。じゃあ人間でいいじゃんなんすよ。なぜ人間じゃいけないんだ。あ,あ。あ、そう、へえくそー。 見えなかったけど。ああ、そうね。うん。輪郭だけわかるかやってくれんだ。へえ。お優しいわ、ケイト様。はーで、ガッハッハでもしろっ,ってのかってのかあケイト様にガッハッハ。ははは。すごい、よくできんな。やろ、ねえ、やろうと思ってできるかっていう。うん。 映ってる。うん。横顔大事ですよね。正面からじゃわかんないですからね。うーん。そっか。人間の顔が輪郭しかわからなかったらどうやってそこから読み取るかとか考えるとまた宝石をね、ちょっとどうに、どう人間がここに、うん。人間じゃないということと、それでも人間と同じような知りたいという気持ち、 持ってるときは何をするかとかね。やっぱそれは宝石を思い出すとかね。いろいろ思い出すんだよな。煙草のあの、散々見た煙の表現とかもね、思い出しますしね。えケイト様。うわぁ、意外と、ねぇ。一人一体ですかそれ何のタイミングなんですかどういう理由なんですかはい。 あ、成人なんだ。あなるほど、なるほどあ。ありがとうございます。それ知りたかったんですよね。じゃあ、ケイトさんもこれまで。うーん。未熟なんじゃん。生まれ。清楚で素敵で。すごい、ベタ褒めるな、うん。て、もうすでに十分美しいですよ。これからっせ、これから。修行していっすよ。修行に励みたまえ。はい。えどうやってへー。 部品でも交換されるんですかね今の部品で特に、あ,あ遠慮深いなぁ。あ、お人形ですからね。したいですよね、女の。人形用か。そっか、ご自身が、ご自身、そっかー。ご自身が、うん。お化粧をしないから、 人形にするか。この辺だな。うん。どんどん。あー大丈夫。あ本ほんとにちょっと浮かび上がった。消えた。ほう。そんなに嫌なんだ。うん。痛みじゃないみたいですね。こう、恐怖みたいですね。なぜ恐怖なんだろう。顔を、見えるような。こうまく、えぐい 櫛の一本一本まで描く。描く。怖い。うん。下ろすとこんな感じか。へえ。可愛らしいで、あお揃いに。はい。お似合いでしょうね。うん。顔があったらこんな感じです。いかがですかうん。なんでなんですか うん、そういうことなんだなんでだろうっていろいろぐるぐる回ったけどこうしたらただの人間じゃんじゃあこの生き人形でいいじゃんっていうことか存在価値が乗り移ってしまうというか取られてしまう自分の居場所を乗っ取られるうんよかったでも本当に保留さんがこういう方でうんいやケイト様ね ケイト様も、すごいお優しくて、気さくで、優雅で、気遣われる方なんですけど、ケイト様良かったっすね。こういう人でね。あなたの最初の生き人形がうーん、本当になんという、あ、ふん。とっさだからって笑ったーっていうな。お笑いになられたってっていうね <laughs>。無理でしょうっていう話かもしれないですけど。うん。あ、保留じゃなかったんですか これ。はい。どんなご本ですかエミリー。うん。うん。すごい褒めてくださるな。照れもなく。か。はい。よかったっすね。お笑いまで提供できあ、は、はい。らしいっすけどね。なぜこうつけたんだろう。はい、あ。 おめでとうございます。命名完了。どういうことだそこだけ今思いっきり抜かれましたけどね。あなたらしくとは、生き人形にらしさを求める、そのらしさを失わないように願ってらっしゃるケイト様がふん。<laughs> あるあるー、あるあるだけどー、 ああ、そんな風に見ていいんですかあちこち。<laughs> そんなことしていいんですかあ、別にお咎めなし、はあ。あ、生き人形の方うん、はあ。なんだろう。そんな睨まれることあるかああ、すーごい勝手ってんな。 うーんななるほどもともとああいう目つきの人っていうねオチありますよね、うん、まあいろいろ考えますけど第1話見てねはあこれはいいぞこれはいいの始まったなとねそうでねあの冒頭とか途中でも申し上げましたけど前期まで拝見してた作品3つともがそれまでを知ってる作品の続編でね3作 三枠埋まってましたんで、全く未知の作品で、告知されてる以上の前情報を持たない状態の作品、全然知らない世界の作品、で、さらに、その、どこか異世界でも物理法則とか、中で働いてる力とか、価値観とか、れ、現実世界の、それこそ生き写し、鏡写しだったら、 全然また違った視聴経験になるんでしょうけど、この作品は変わってるな。うん。素晴らしいと思いますね。絵作りの面でもそうだし、やっぱり言葉遣いだな。言葉選びと、それを、登場人物の、うん。いやー、で、第1話から本当に素晴らしい紀藤あかりさんのお声でしたし、篠原優さんね、マジですかあの、吸血鬼のあかりさんと、 堤防の部長、黒岩部長。あれ、ほんと、マジで、キャソラのお名前間違ってないですよねって。確認したくなるぐらい、素晴らしい、その、あれもあかりさんか、そういえば。吸血鬼さんのあかりさんね、からの、急転直下と言ったら部長に悪いかもしれないですけど、凄まじい表辺ぶり。まあ、木戸あかりさんに関して、今更何を申し上げたって、皆さんとっくにご存知でしょうけど、篠原優さんはそんなわけで、まず、吸血鬼さんで素晴らしいお仕事をされてまして、 で、熊本出身ってこともあって、今度は熊本が舞台の堤防で部長役に抜擢と、うん、隣の救急助さん、天野明かり。で、この方のね、お名前を刻まれまして、私の記憶の中に。で、堤防で再びお会いして、<laughs> 冗談でしょと。ああいうンミーですよ、本当に。からかってんのかと。いうぐらいの表辺ぶりを拝見して、で、今回のこのシャドウハウスね、キャスト一覧にお見かけして、紀藤さんと篠原さんか、これ絶対、 面面白いいなととその声優三面でと思いましてねまあ、いろいろこの作品には惹かれる要素を事前情報からだけでもたくさんあったんですけど、まあ、新しいその世界観、新しいっていうとまたね、いろんな世界と古今東西の物語作品に通じられてる方からは異論があるかもしれませんけど、少なくとも私がこれまで見てきた作品の中ではこういうものはなかったんで、私にとっては少なくとも新しい作品なんですけど、というのと、まあ、全体的に絵の 美しさ、謎めいた雰囲気、可愛らしさ、主人公の女の子2人がどうやらこれは、意図的に鏡写しであることを分からせようという、あの描き方、キービジュとかキャラクター紹介のところでの。とかあって、惹かれる要素があって、末広圭一郎さんと、ね、末広さんといえば、まあ、皆さんご存知の少女週末旅行の劇版っすよね。とんでもなかったな、第一話からいきなりガッツンかましてきて、あの冒頭のところで。 で、やられましたね。で、すぐに劇版買いました。入れぞで配信版があったんで、立山さんの劇版以来ってね、申し上げましたけど、本当に素晴らしい作品で、作品群で、あのアルバムは、未だにね、私の座右のプレイリストに入っておりますし、今回またその腕を存分に振るわれてんだろうということで、そっちの方にも聞き耳を立てつつ、 今回ずっと過ごしておりましたけど、なんなんですかね。あの、名曲、名曲しか作れない病にかかってんのかっていうぐらい、呪われてんのかっていうぐらいの、いやー、たまんなかった、本当に。もうその、音楽を楽しむ心が、ずっと、うっきうきうっきうきしっぱなしでね、素晴らしかったわー。で、あとね、声優さんありますけど、まあ、あ鬼頭さんは本当にご縁の深いというか、しょっちゅう愛する方。で、個人的に思い入れのある篠原優さんと、 まあこれは間違いないなと。で、多分ですけど、今季はシャドウハウスだけかな。その現行シーズン、現在進行形の作品で言うと。ですけどね、そう、このタイトルがね、今エンディングのところ、クレディットを確認しようと思って、あれ今だって、と思って確認したんですけど、やっぱりシャローズハウスですよね。でも、カタカナタイトルの方はシャドウハウスなんですよ。だからこれね、まあ私とかリアクターさんとか表記困るというか、まあ困りゃしない。 書いてある通りに映せばいいだけなんですけど、なぜか英大のはずなのに、両方だけ日本語風のシャドウハウスっていう、まあ、影家だからですけど、シャドウたちの家だったらシャローズハウス。じゃあなんでそのままのタイトルシャドウハウスじゃなくシャローズハウスに英大ではない、英大、両方英大だけどっていうね <laughs>、ややこしいなっていうね、ことなんですけど、まあ、そこはね、なんかしら制作というか、ローカライズ上の都合とか、こうした方がいいっすよみたいな知恵があって、 でそううされれてるんでしょょけど、ここにちょっとね表記の割れがあります。まあ大した割れじゃないですけどね他のものに比べたらあの千鳥 RSC でしたっけ千鳥 RSC と RSC と r i f e l is beautiful 違いすぎんだろっていうね。<laughs> ぐらい変わってなければあとはまあ堤防ね Diary of our d y s a r t Breakwater にしてるところはほとんどなかったと思いますけどね。まあ前期までで言うと、レイドバックキャンプとユルキャンプ割れてたりとかあります。大した割れじゃないですけど、まあ割れてることがありますよと一つだけ。で、海外のリアクションディスカッションですけど、リアクションもディスカッションも見ていくのはこれからなんで楽しみだな、これ。あのね、意外と私がチャンネル登録していて昔から大好きで、どっかの作品のリアクション動画でハマったリアクターさんたちが、 何人かお久しぶりですねっていう方がリアクションされてって、このシャローズハウス、aka シャドウハウスは。なんで久々に一つの作品をこの方とは見ていくなーというね、リアクターさんが何人かいらっしゃるという、で、リアクターさんの数自体もすごく多いですし、信頼と実績のランダムランボープロダクションさんはやっぱりご覧になりますよねと、そうじゃなきゃいけませんよ。毎期必ず何かしらあのチャンネルさんとは最低一作品は被っていきたい。被って生きていきたい。 ね、というぐらい大好きなチャンネルさんもやれてますし、意外なことにやられてない今のところ、クイーンディジャさんがなぜかということをコミュニティへの投稿で語られてましたんで、リアクションとしてはですね、これからいろんなお久しぶりのチャンネルさんをいろいろと拝見していくのも、おなじみのチャンネルさんを拝見していくのも、どちらも楽しみだし、いろんな新鮮な感動とか面白いことがありそうだし、ディスカッションどうなりますかねいや、楽しみだなぁ。 特に前期まで CGDCT 付けだった私のアニメ視聴の、で、視聴後のエリットでの感想を読んでいくという経験が、今季どんな顔ぶれね、いろんな人の人物像が最近掴めてき始めてますけど、ユーザーさんたちのどんな皆さんが今季、シャローズハウスではご同行願うことになるのかと、楽しみですね。で、なんで、第一話ですから、ディスカッションとかはないんですけど、 事前のね、皆さんの期待の声、ちょっとだけなんですけど、拾ってありますんで、なぜちょっとかっていうと、シャドウズハウスは原作漫画付き作品で、原作ありの作品だと、大好きな人がうっかり気をつけててもネタバレを書いてしまうということがあるんで、それを見ないように注意深くコメントをまずゆっくり読んでいかなきゃいけないのと、漫画とか、オリジナルとか、ソースマテとか、でロース u とか出てきたら、そこで 飛ばすと。いうことをしながらやっていくと、ほとんど読めるコメントないんですけど、その中でもね、私と同じく完全前情報なし、事前公開されている告知用の情報しかない状態の方のコメントでございます。あ、ちなみにね、今回はマイアニメリストからだけなんですけど、レディットにはシャローズハウスのサブレディットがあって、で、まあ当たり前ですけど、私遅いんでね、なぜなら配信が遅いから、国内では。作ってのうちなのに、国内では遅いから。 なんですけど、とっくに第一話公開されてて、アニメサブレディットの方に、シャローズハウスエピソード1ディスカッションというね、それは立っててすっごいコメント数になってましたんで、まあこの後読んでいくのが楽しみなんですけど、すでにレディットの方ではそんな感じで活況を呈しております。で、マイアニメリストの視聴前のディスカッションすれ。で、PV Airing Starts April, listed with 13 episodes。マジですかゆるキャンが13話って、キャッキャッキャ,ッキャ言ってた。私ですけど、 シャローズハウスも、13エピソードズ。か、へいやー、これは楽しみだな。長い旅になりそうだ。ね、1話、たかが1話、されど1話の長さっすよ。ゆるきゃ2期の時、それでどんだけ心強く感じまた、頼もしかったか。の、それから、まず、本当に期待できそうだ。アニメに完全にぴったりの OST の選択も、すでに気に入っている。春は素晴らしいシーズンになるだろう。すでに多くの素晴らしいアニメが発表されている。うーん。私、今期マジでこれしかないっすわ。あとは前の、 いつつかのやつですわ多分ね、よっぽどなんか強い変更すべき事情がなければですけど、あのー、OST ね、多分トレーラーでご覧になったんでしょうけど、それご覧になってすでに気に入っていると、やっぱ末広さんの音楽って、なんでしょうね、どういう良さすごいクラシックに通じられてて、で、なおかつ、その曲としての独自性と、新しさ、耳新しさ、目新しさではなく、とか、聞き慣れない旋律の紡ぎ方、 店長って言うんですか私音楽詳しくないんで、店長の仕方とかかわかんないですけどね。聞いた瞬間にスーッと意識が遠のくように、眠りに落ちるように、末広さんの音楽には引き込まれるというね、不思議なことありますよね。あと、このアニメについて一つ。私が読んだあらすじによれば、生きている人形についてというのは、 私を不安にさせているが、生きている人形がロボットなどではなく、ただの呪われた人形か何かの類いである限り、幸いにもそういうことらしいので、私はこの点大丈夫だろう。アートスタイルも美しいし、ティザー PV のお化け屋敷のような音楽にも惚れ込んだので、これは実際とても面白そうだと。うん。そうなんすよ。この生き人形ね。Living Doll。と。多分字幕だ。字幕も楽しみだな。あのー、舞台がジャアンじゃないんで、あんまり困んないかも。字幕屋さんはね、ファニメーションさんらしいんですよね。っていうね。 何の話っていう話かもしれないですけど、字幕にもね、好みがあるんですよ。どこの字幕は、主規。どこの字幕は、主規くない。ってね、あるんですけど。私は本当にクランチローさんスタイルの字幕、サブタイトルが大好物で、ファニメーションさんのはね、まあ、これ実際に、あんだけ避難合合をご覧になった方から文句出てるんですから、いい加減わかんないですかファニメーションさん。それダメなんですよ。それチャンスよ。っていうね。 お願いだから気づいてください。でね、役者さんの実際に翻訳の作業、ローカライズの作業されてる方のコメントとか読む機会があって、あら、やっぱり会社さんが決めてんだなと。だからファニメーションさん以外やめてくださいよと。散々言ってたね、ファニメーションさんらしいんですけど、その酷さというか、私の好きくない部分が、特に顕著に出てくるのは、その、日本独特のもの、言語の字幕の時だったりしますし、画面内に日本語が出てくる時の、さあ、これを画面内の書き文字の一部として、 映像の中に組み込んだ字幕にするか、あくまで字幕として別で表示する形式にするかとかね、悩みはいろいろ尽きないんですけど、なんでそういうところは面白いんですけど、逆に日本でも何でもない、全然日本感ゼロの、その話されてる言葉、これも多分日本語じゃないんでしょ。日本語じゃないと思ってお聞きなせいということなんでしょ。なんで役はね、その点困ることは少なそうですけど、ただそうすると、その役者さんの苦労の後が、 本当にね、面白かったりとか、あ、こうやって回避するのかとか、こうやってなんとか乗り越えるのかとかね。面白いところも、そんなに字幕からは出てこないかもしれませんけど、まあ待ってますけどね。その生き人形なんですよね。レビヴィングドール。うん。その生き人形と生きている人形だと、ちょっとニュアンス違いますよね。生きている人形だとそれこそね、あの、この人形は生きている。つまり、ただの人形とは違うという、普通の人形との区別ぐらいの意味的な感じですけど、 生き人形っていうと本当に生き物に近い。生き物のものが、この場合ただ人形であるだけ。ということで、生き物の一種なんじゃないっていうね。まあこれ完全に人によって感じ方違うでしょうけど、私にとっての効果生き人形がそう、ロボットとかだったら別に、うん。だけど、ただの呪われた人形だったらいいんだ。へそっちの方がいいんだ。普通逆じゃないっていうね。なんですけど、そういう普通だったら怖がられそうな、呪いまじないによって生きている疑似の生命だっても、 といいううう方が良さそうだというね。なんで、大丈夫だとこの人はで他のスレの Where a n i アニメオンリー・ビュー e ー s ?Find this show interesting? というアニメオンリー・ファーから見てもこの作品は面白そうだろうかという問いかけのスレですね。出ない理由がわからん。スリリングなストーリーは置いといてもエミリーこの可愛らしさと影のコンセプトは多くの視聴者に刺さるはず。うん。刺さってる。私にも全然刺さってる。まあ間違いないですよね。そう。 なぜ、この、アニメオンリーファイとは書かれてないですけど、アニメオンリービューアーズからはつまらんかもしれんと懸念、懸念があったのかななぜ聞かれたんだろうね。出ない理由がわからん。I don't see why not. 私は肯定だ。ね。その独特さから、これは面白いだろうと思っている。うん。少なくとも私の基準では。まあ、私もそうです。完全に同意だな。というぐらいしかご紹介できるやつはありませんね。やっぱ、 原作付きで第1期となるとこうなりますね。第2期とかだったらね、事前のハイプそれからとか、たくさんあるんですけど。あとはオリジナルアニメだったらね、全員が手探り状態で見始めますんで、今回はこんなもんで、本格的な、あればですけどね、本格的なつと言って全然ないかもしれないですけど、あればですけど、次回から第1話のリアクションとディスカッションでこんなことありましたという海外の反応をご紹介します。で、クインディジャーさんどうされたのかなと、絶対ご覧になるでしょうと思ってた。 そういえば堤防もそうですし、ね。今回堤防に言及する機会多いですけどね。堤防も絶対ご覧になるでしょうと思ってたらご覧ならずでしたよね。ご覧になってて私が忘れてんじゃないですよね。まさか。だったらちょっとゾッとしますけどね。<laughs> どういう記憶のあと、あだしますよ。あだしまなんて、あなたのために作ったんじゃないですかっていうアニメですけど。と思ってて、そのシーズン直前の投稿では、あだしまがリストに入ってましたんで、 私間が始まって、さってクイージジャーさんはまだかな、まだかな、と思ってたら全然来なくて、なんで来ないのかの理由も、まあ私が見落としてるだけかもしれないですけど、来なくて、ただ、シャローズハウスではその理由が書かれてまして、わざわざ一作品のためだけに。Hey, you guys! 多くの人が私にシャドウハウス、うーん。これは、えー、っと、なんだ、に、現代に合わせられたのかな。シャドウハウスを見てほしいと思っているのはわかってるけど、残念ながら私はすでに多くの作品を抱えているし、 土曜日は忙ししいいいいのでで作品が終わったら見るか誰か誰リクエストててくれてもいいというねなるほど、そういうことか。まあ、毎期あんだけご覧になっててね、大変でしょうけどね。なんで、そう、今季になってから、なんだっけ、魔王城とくまくまくまベアをご覧になり始めてって、なるほど、そういう形になりますからんで、私もね、だいぶ経つけど、そのうちやられるんですかね、というね、ことがありました。なんで、また、それが来るのは楽しみにお待ちいたしますけど、今回の派のね、どんな感じなのか。 一瞬だけ振り返っていきますけど、まあ、いきなりこの雰囲気丸だし、そう私ね、しょっちゅう言ってますけどね、どんな作品が好きかっていうと、作品の空気が濃い、世界観の空気が濃い作品。要は、どこもかしこも、その作品の一部で、他のものでは変えられない、他の世界には存在しない、その作品のもので構成されてて、創作としての純度が高いものがね、好きなんですけど、まあ、それもあって、この冒頭からの低気圧爆弾みたいな雰囲気の 圧倒的濃さ。そして、これだけ濃くて、不気味でもあるのに、見た瞬間に惚れ込んで、いつの間にか自分から飛び込んでしまいたくなるような、このね、冒頭からの雰囲気、素晴らしいですね。あと、謎めかしてあるんだけど、まあ、この謎めかしってのは、モのハの剣でございますよね。謎めかしおいて結局何もないんかーいっていうことが、後で分かってくると、がっかり感半端じゃないですからね。でも、謎めかしてるだけ謎めかしおいて、最後にちゃんと合理的、 納得いく説明、メイクセンスと思わせたらこれはでかいですからね。これまでにずらっと並べた伏線が一変にゾロゾロと連鎖的にひっくり返っていって、感動の爆発、感動の連鎖爆発が起こせると。まあそういう謎めいたところとか世界観を解き明かしていく経験になりそうなところは煙草、彷彿とさせるだったんですよね。ほんとこの作品だと、なぜか、<laughs> まあお前が大好きなだけだろうってう話かもしれないですけど、いろんな作品が恋しいだけ思い出すんですよね。で、ね、のっけから、かわらしい、 当時、七ナシさん。途中で保留さん。姉妹に、エミリーさん。うん。なぜエミリーにされたのか。エミリーだとどっちのこと言ってるかわかりにくいから、識別のために。だとしても、なぜコなのか。うん。ちょっとここに一瞬日本語のバイブスを感じたんですよね。じゃないでしょうしね。今んところ、ムーンルーンズが一かけらも出てきてないと。どっかでね、またよく出てくる。舞台でない作品だけど、よく仮名的に出てくるのは、これは東洋から取り寄せたものよ、みたいな <laughs>。みたいな出方。あるあるっすよね。 まあ今んところそういうムーンルーンズとか、ニップランディッシュなものが全く出てきていないと。なんでその辺はね、また久々にそういう作品だというのと、まあ初対面だから当たり前ですけど、この二人のそれぞれの意外な性格、お人柄の、まあまだ一部ですけど、でもすっごい面白かったっすね。あの人柄の、その特に好み、成功とか、あと仕草の癖とか、 日常習慣の一部とかがべて、ケイト様はシャドウであらせられること。で、エミリコは生き人形としてなんですけど、まだ生き人形としての人生が始まりたての人特有の、ああいう戸惑い、不器用さ、未熟さが、いちいちその羊と結びついていて、そこから勇気的に枝葉を伸ばして、今表面に出て人物像、人柄として見える形になってるんだということがね、この辺はすごく凝ってて力強くて、 丹念だなというねことがそのお二人の初日からのやりとりとかケイト様が教えてくださるさまざまなシャドウと生き人形についてそしてその関係性とあるべきしきたりと世界についてのほんのわずかな知識によって徐々に垣間見え始めるんですけど面白いわかった、うん、あのわずかな情報からだけでも、うん、これとこれつながるとこれがこれを説明してるなということねいくつかありましたんでそういうところは この疑問点を,を覚えますかで覚えといて、今後いろんな出てくることに照らして考えていきたいなと。まあ私、こういう考察とかね、全然話にならないレベルの知切さなんですけど、そんだけ下手くそなくせに下手の横好きでいろんなことを考えます。とかね、その辺の二人のやりとりずっとご覧になってて何を感じられるか。と、最後にね、うん、まあエンディングもそうなんですけど、最後に、あの、遠くで目があって、すごい目線を送られましたけど、 常時ああいう目線の人っていうこっち全然あるしそれかなんか窓を開けてこっちのが見てんじゃねえとか生き人形同士は目も合わせちゃいけないとかあるのかなとかねまたエミリコさんが知らぬ間に近畿を踏みつけているということの前兆なのかとかいろいろ考えますけどその辺のところもあるでしょうしあと作品全体をね覆っていた劇場素晴らしいですね空にかかる暗雲のような 劇版でしたし、たあのアウンとかってもしかしてすすの慣れの果てだったりとかあとで出てくるのかなとかねいろいろありますしエンディングねオープニングも面白かったですけどはっはー歌なしにするかやりますねちょっとい切りますよねとかねというところですかね皆さんの反応が大きかったりとかするのは。 なんでまた次回見るまでの間にその辺のところをいろいろと拝見してもらって何か面白いことがありましたらお話しようかなと思っているところでございます。っていうところですかね、今回は。そんな感じでシャドウハウス第1話見ていきました。お付き合いいただいた皆さんありがとうございました。また次回でお会いしたいと思います。それではまた。